皆さんこんばんはピアノ教室応援コーチ星内徳ですはーいいつも見ていただきありがとうございますあのー、なんかいろいろですね私がこんなふざけた感じでやってるせいなのか何なのか結構ですね変に変な意味で評判でなんかおもろいと内容じゃなくて雰囲気がおもろいらしくてなんか他の業界の方も見てくださってるようで。 まあありがたいなと思います、あのー、まあねなんていうかな自分も貴重な時間、あのー、別に自分は好きなこと話してるからいいんですけど私もやっぱり自分のじ貴重な時間だと思ってるし、まあ、もしもねなんか見てくださる方もいればあの貴重な時間耳を傾けてくださってるんだと思うんですよ。だからう私自身は楽ししみたいし あの楽しんんでやってるんですよだからめっちゃこんなふざけた <laughs> こんなフレームとか使っちゃう楽,しん楽,しん楽しんでんんでですよな、まあ、楽しんでこんななんかチャラい感じでなっちゃうんだと思うんですけどただ聞いてる人も貴重な時間をねあの耳を傾け,けてもらってんだという意識はあるので、まあ、なるべくお役に立つね情報も織り交ぜながら、まあ、の楽しくやってますもうあの人生楽しもうみたいな。 でまあ、今はねまあ、ちょっとお金の話をちょっとここでシリーズでやってるんでまあ、その話もするんですけどいや今日はもう昨日今日とものすごい感動的なことがあってもう超感動的なことがあってまあ、ピアノ系塾なのことなんですけど昨日大阪のねピアノ系塾だったんで。 もうね、ちょっとあな何がってのはちょっと言えないんですけども熟成生ではみんな分かってるんです何が起こってるかあもう熟生がですね素敵すぎるもう熟生ピアノ系熟の熟生大好き大好きなんですよであのんかもうどうしよういい人ばっかし集まってるんですよねそれでまあ今日はちょっとある熟生の方がお誕生日なんでこの場を借りて「おめでとうございますお誕生日おめでとう!」 でこういうのもねみんな一生懸命ねあの誰かが誰かが成果を出せばみんなうわーっておめでとう言うし誰かがちょっと落ち込んで,落ち込んでいればみんなで「大丈夫!」って励ますしもう素晴らしい人ばっかりなんですよねだからもうみんな大好きですもう今日もう昨日今日ともなんかああもう大好きだと思って <laughs> すごいハッピーな気持ちであのやってるんですけどまあでもでも あのー、私はピアノ先生みんな好きですまあたまにはねちょっと星名陽子と会わないと思ってる人はもうしょうがないと思うんだけど基本ピアノ先生全部全員大好きです助けたいなと思ってで今日もピアノセレブクラブのですね、まあ、5ヶ月のシリーズで配信してるコンテンツが今日はあのシーズン2の方最後のね えー、最終回の動画をこう配信したんでしょうなんか感慨深くってああ5ヶ月間見てくださったかななんて思いながらあのこうモチベーション上げる話やちょっと気をつけてねっていう話やでやっぱその中で今日ちょうど最終回がお金の話だったんでしょうちょうど被ってたんだけどやっぱりねあのー、みんな稼いだらそれ自分に使った方がいいよ。 今日お誕生日の先生も自分に使ったらいいあのねわかんないよ40万稼いで全部40万あの使わなくてもいいですよまあ、まあ、貯めて使ってもいいと思うけどあの使った方がいいですよあもっとねみんな自分を大事にした方がいいですもう散々遊んでる人はいいですよ遊んでる人っていや遊んでる人はお金を自分にいっぱい使ってる人はあすごいそれは素敵な生き方だと思います。 でそお金自分に使ったらだってハッピーになるじゃない変なとこに使わなきゃよ変なとこに使わないでくださいよ普通に自分を喜ばすために使っているものお友達と会うことにお金を使う自分をあーえー、と自分を綺麗にね着、えー、飾るためにお金を使ういいじゃないですか体験にお金を使うね海外行ったり何か美術館行ったりコンサート行ったり、えー、いいじゃないですかそれもあ あと何かねあまもちろんなんか学びに使うのもいいと思いますまあでもどうぞねた楽しい学んで楽しいなと思うものにお金使ってほしいですね何でもいいんですよ。ね自分にお金を使うこと喜ばせてるとやっぱりねあのもっとあのいただきたいなっていうきれいに綺れいな意味でいただきたいなという気持ちになりますだからお金のに対してのモチベーションが上がります。ね 綺麗に稼げばいいじゃないですかきれいに稼げきれいに稼いでるいっぱいいますよ私のお友達にビジネスみんな年収1000万年収2000万年収3000万年収多くの方もいますあの素晴らしい人いっぱいいますよ素敵だなーっていう結構若い人多いんですけどね若くてもしっかりなさってるな素敵だなあのなんかギトギトしてない、まあ、たまにはいっぱいでもそうは言っても なんかちょっとこの人ちょっとなんかもうお金儲け、OK、しか興味ないのかなってそれはまあそういう人もいるけれどそれは関係ないですよどこにでも,にでも皆さん知ってます ?3 対4対3の法則とかいうのがあるんですよ。ねそのぐらいの割合では普通の人がいてまあねこういい人がいてまあ悪い人って言われないけどまあちょっとね反対方向にいる人と343の法則ってあるからあのどこ行ってもそうですよ。 多分それは。ね。年少100万のレベルの人も多分343の法則があると思う。年少100 1 0 0万の人も343の法則があって、年少1億の人も343の法則があって、3素敵な人、まあ普通の人、まあちょっと変な人っていると思うんですよ。だから関係ないですよ、お金とか。で、皆さん誤解してるのは、お金も、お金、お金儲けの上手な人っていうのをなんか悪い人よねっていう、 変な思い込みがあるんですよあれですよああのにあれがいけないんですよ時代劇が「越後屋お主も悪いよのってあれがいけないんですよ <laughs> あのお金に興味のある人はみんな悪い人っていうふうに皆さん変にあの教育されちゃってんですよそんなことないでもう当に素敵な人いますよ奥稼いでる人も「あーてきこの先生」みたいな。 ね、もうあの今私は旦那,が旦那がいるからあのそ,んなそういうふうなハートマークになっちゃいけないけど女性でもいますああこの人ほんと素敵みたいなでお話しするとほんとにあの真摯な態度でいらっしゃるし上品だし品格あるしでもちゃんと「お金好きですか?」って言ったら「お金好き」って言うのよ。素敵じゃないですかもう見た目も素敵考え方も素敵 お金も好きってはっきり言いますよだからあの皆さんもっとお金と仲良しになったらいいと思います越後屋お主も悪よのっていうのはあ,れ <laughs> あの限られた世界のある一部の人だけですよだからみんな皆さん誤解してますよピアノの先生がお金儲けをしたらそれこそ他の保護者にねえ越後屋お主も悪よの的な感じで先生もお金儲けに あピアノせあ「先生も金儲け主義に走ったのね」って噂されるのは、まあ、その私が今やってる無料動画でも言ってますけどそれとそ,そ,そういうふうに言われるのとお金に対してのモチベーションは全く別です。それを混同しちゃいいけけないです先生も金儲け主義に走っ,たのよねって言われるのは多分その先生の人格がもう,しも,ういもう少ししっかり。 するる必要があるもっとしっかりとこう何て言うんですかねあの相手に物,物を言わ,せ言わせないみたいな何て言うんですか足元見られないいうふうな品格があれば言われないですからもう本当にですねあのもっともっと皆さん自分を大事にしてほしいですね私よく時間の話もしますけどまあ時間今時間の話も始めしてますけど 私これややっっっててるるのはめっちゃ自分が楽しいからやってるんですよだって自分の時間だって毎日毎日、まあ、まあまあ大体毎日か15分から30分ぐらいペラ,ペラ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 喋ってるわけじゃないですか <laughs> それも自分の時間なんあの大事な時間で私決して暇じゃ,暇,じゃわ暇ではないですからね15分あったら一仕事できるんですよ私30分あったら二仕事できるんですその時間を割いてやってるのはやっぱり自分 楽しい楽しいっていうのはありますよあので皆さんに言いたいことたくさんあるから、まあ、私が言うことで何か少しでも役に立ったら嬉しいなと思ってあの、ね、100人とかいつも200人とか見てくださってるけど、まあ、200人いて1人私の話が何かが役に立ったって思えればもう全然いいですそれでだから5%え200人で,200人で いやそうか200人で1人だったら5%かあち。ちゃうんだ私ダメだちゃうちゃう10でしょ0.5%だで、ね、そのぐらいでいいと思います毎日やってるからあの1回のライブで1人助けられればいいですよでもねなかなかですね結構ヒットしててですねなんか私ここ話するとなんか私のことを先生私のために言ってくださってるみたいなことを言ってくれとかよくいるんですよもう私その人のためでいいと思って。 あのー、全員に響かななくてもいいか,ななんかたまたまこれもご縁ですから私が話したことでなんかその聞いてる人があ私のこと私私のことっていうかなんか私に言ってくれてるみたいって思ってくれればそういう人が本当に1人でもいたらもうそれだけで満足でもそもそもこう私楽しんでやってるんであの貴重な時間だからね私はすすごく自分の時間大事にしてますだから嫌いなことであんまり時間を費やしたくないかな。 あでも今日ちょっと別なこと言ってもうあじゃあ本題は今日はですねまたですねお掃除の達人さんが来てくれたんですよもうねもうですね <laughs> あちょっと嬉しいんです今日今日はですね達人さんはですね最近2週間に1回来てくれてですねお家の中を大こう何ん,んですかあの断捨離してくれてですねあのー、どんどんですね家具の配置が変わるわけですよ前こ,この辺にあったものがあっち行ってるんですよ今日 でこれでちょっとあの星野様これでちょっとあの使い勝手見てみましょうねって言ってでまた次来た時にあの「この配置でどうですか?」って言ってヒアリングしてもらってあの中とか見てもらってぐちゃぐちゃになってたらあの「じゃあちょっとあのなんか変えましょうね」とか言って、あのー、だから空間も最近すごい反省してるのはとにかく大事にすること自分を大事にすること自分を大事にするっていうのは自己尊厳っていうんですけどもうあのいろんな。 とところで自分を大事にしたいなと思って時間について自分を大事にする癖はだいぶできましたでお金についても自分を大事にする癖はできたんだけど空間に対してあんまりなかったのよねいつもなんかこう散らかってても,もういいやもう疲れちゃったし散らかっててもいいやっていう感じであの仕事が忙しくなると家が散らかるんですよ <laughs> 私の場合はでそれもなんかその散らかってる部屋に自分がいるのもなんか,かわいそうな気がしてそれでですね あの切っってもらうことにしたんんでですす今日めちちゃ気分気分持ちがいいんですなんか自分を大事にした感じあこういうこう片付いてるこのこういうとこでにいる自分って大事だなと思って最近は空間を少しずつね自分を大事にしてあげたいなと思ってだから最近あのだから皆さんもちょっとずつでいいですよ一気に変えるとお時間もお金もねまたいろいろ動いちゃうからちょっとずつでいいので。 自分の時間を大事にする癖と、自分にお金をかけてあげる。自分、お金で自分を大事にする癖と、時間でしょお金でしょああ、と空間ね。空間なんかも、ちょっとずつ改善したら、はっきり言いますけど、自分を大事にすれば大事にするほど豊かになります。本当に豊かになります。自分を大事にすれば大事にするほど豊かになります。これは間違いないです。あの、 豊かかにになりたかったっら自分を大事すすればいいんです時間でもお金でもあとまあ気持ちもね自分を大事にするって例えばしもし何か我慢してることがあったらそれは自分を大事にしてないですよねえー、と例えば感情まあこれもな、うん、まあいいか感情を押し殺してるのは自分を大事にしてないですね自分の感情にに素直や 今私嬉しいんだなとか今楽しいんだなっていうまあポジティブな、ね、感情自分がその味わうことを、まあ、それは皆さんうまくできると思うけど例えば、あのー、悲しかったり不安になったり怒ったりそれも自分の感情だからその自分の感情をちゃんと確認した方がいいんだよ、ね。あ私今ちょっと不安になってるねとかあ私今ちょっと落ち込んでるねとか。 今私悲しい気持ちになってるねとか今ちょっと私イライラしてるよね今私ちょっと怒りたいよねそういう風に自分の感情をあの自分がまず受け止めてあげなきゃダメよねであのあの瞬間湯沸かしきはあれは違いますよあれはあれはカートなってバーンって言ってその誰か周りの人を、ね、に愚痴を言ったりとかぶつかったりとか当たったりとか。 何か物にたたったりでそれはあのー、まあ人が被害に遭わなきゃいい,いかもねなんか一人であ,あれいいみたいですよサンドバッグあのボクシングのああいうのいいみたいなんか自分でわーって私はイライラすると車の運転行きますねなんかこう大丈夫ですよあの ちゃんと速度制限速度は守れますけどなんかこういいんですよねアクセル踏むのが多め <laughs> なんでねあのあんまりですね車の通りが何混雑してないんで割とこう流せるとこがあるんですよ <laughs> スピード鏡じゃないですちゃんと制限速度は守ってますけどなんかかグーって回っていくと結構すっきりするのでモヤモヤとかしたり頭がいっぱいになったりする時はわざとこうあの。 行きますねあとちょっと場所を変えるといいかなもう <laughs> もんとした時とか <laughs> ちょっと場所を変えてなんかそういう時とかってあのスイーツとか買ってあげる自分にそうそうそうまあまあとか言いながら <laughs> 自分にまあ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 とか言いながらあのちょっと甘いもんでも食べてさって言って自分に言ってるの <laughs> なまあまあでもいいですよねストレス解消にね。 そうなんで、えー、今日言いたかったことはもっと皆さん自分を大事にして自分を大事にすればするほど豊かになります時間お金気持ち空間皆さんが今まだちょっと自分を大事にしてないなーっていうものがあったらちょっとちょっとでいいからや,やってあげてとめっちゃ自分が喜ぶから喜んだらね本当に富が集まってきますよ本当です豊かになります まあなんでね、ちょっと私の言ってることがんなんか分かりそうで分かんないっていう方はぜひですね今お金のメンタルブレーキを外す動画を今、あのー、無料動画を登録してもらってですねとうとう200人も登録してもらって再生回数おかしいんだよねあえ違う違うええどういうこと ?200 人ちょっと登録してるんだけど動画の再生回数が230とか。 回ってんのよ。で嬉しいなんかもしかしたら2回とか見てくれてる人がいるってことかなっていうことだよね登録の人数と動画の再生回数のが合わないんですよあれなんか200過ぎてるみたいな登録は200人ぐらいなのになみたいな嬉しいですよね何回も見てくれてんだなぁと思ってでもそれだけやっぱりあのー、なんていうかな、あのー、全然関係ないって こと言ってないですもうすごいピアノの先生主人公で話してますので自分もピアノ先生だからねなのでなんかなどこか皆さんの,あのなんか皆さんに響くような、えー、内容になってんじゃないかなと思うのでね、えーまあ、是非よかったら見てくださいはいそういうとこで、えー、今日はですねもう大好きなピアノ系塾の先生方に 愛を込めて <laughs> で今日お誕生日の方がいたので,ですごいこの昨日今日と素敵なことが起こったのでもうピアノ刑事最高って感じであでもピアノ刑事最高って別にピアノ刑事くもすごいんだけどやっぱピアノ先生自身がやっぱりね皆さん優しいですよね心が綺麗でやっぱり音楽ピアノ愛してる方ってっ心の綺麗な人多いですよあの素直な人が多いだからこそ素直がゆえに傷ついたりしてんだよね そう思う思よあの悪い人に騙されたりとかさ素直だからあのちょっと今日なんていうのねえあのなんか傷ついちゃったりとかさ心がやっぱり繊細なんだよね音楽やる人っていうのは。繊細だからこそこういろんなこうニュアンスとか音楽で表現できるし指導でもそういうニュアンスを伝えられるからみんな優しくて素直であの繊細なんだよね。 ロマ,ンチロマンチックな人多いと思うだからこそねなんかなんか守ってあげなきゃっていう気,気がもうんかもうそのよ世の世の世のそのんて言うんですか世のなんて言うんですかねその汚いもの汚いものって言い,言い方変だけどななんかやっぱそういう魔の手か世間の守魔の手から守ってあげたいんだけど守れないです私だけじゃ。 自自己防衛自分で守る力がないと守ってあげるから何かあったら SOS 出してくれれば助けられるけどあのパーはでできないですよねだから自己防衛でも自己防衛しててもねなんかよくわからなかったりなんかいろんなことを質問されてよく分からずに何か契約書サインしちゃったりとかさあるありますよ。 そういうのはあの言っていただければいやこれはあんまりしない方がいいんじゃないのとかっていう風なのもあの、ね、私の方で判断はできるからだけどやっぱ100%は無理なので助けるけど助けてあげたいし助けられるようないろいろ私もなていうかなそういうものは持ってますけどやっぱ自己防衛もしてもらえないとねそうなのであのなんかみんなで力を合わせてね あの仲間で、えー、助け合っていけたらいいなーなって思いますはいそんなとこでですね今日はまたなんかいつもねそんなこうへひひへへラらへらって話してるへらへらって話す感じで自分も楽しんでるからへらへらって話してんだけどたまにこうやって熱くなっちゃうんですよねえっ、ー 出すんですか？えーぜ、ぜひご一緒させてくださいよ。ドイツ行きたいですよ。<laughs> あのあ、ありがとうございます。自分を大事にするんで、そうなん時間、お金、空間、そうなんですよ。無先生、あ、あ、皆さん、私がさっき言った素敵なあの奥稼いでる素敵な先生はこの方ですよ。あのよかったらあの、だからちゃんと収入があってたくさん稼いでも、一軒家お主は悪いよねなっていう人は。 限られた人で素敵な先生いっぱいいますから皆さんもしっかりですね豊かになっていただければと思いますはいじゃあそんなわけで今日は失礼いたします